みーみーチャンネル始まるよ。久しぶりにみーみーチャンネル撮っております。何やらスーパーカップをボウルに入れてますね。超バニラ。なんでそのまま食べないのみーみー。うん、なぜ。みーみーはあることをするから。あること。怪しい笑顔ですね。何か企んでいるな。あ、いや、もしもし。そしたら、うん、まずこれだけでレンチンします。え、アイスをレンチン。できる。何分やったか分かんないけどね。なぜに。どれぐらい。とりあえず10秒やってみる。覗いてますね。変な体勢です。こんな体勢で覗いております。フラミンゴかしら。フラミンゴ。もう溶けてる溶けてる。結局何、1分ぐらい、うん、溶かしてるの。うん、もうちょっともうちょっと。もう一回ぐらいで。もうどうなったかな。わあ、生クリームみたいな感じ。アイス溶けました。ここに卵を入れます。卵。うん、うわー、なんか入っ、なんだあれ。溶かしたアイスに生卵を入れて混ぜる。材料は2つだけ。綺麗な色になりましたね。さあみんな、ミーミーが何を作っているのか分かりますか。もう分かるよ。あ、え、やったこぼした。もう踊りながら混ぜております。そしたら、あのちょっとこういうところ拭いてもらっていいですか。さて、これどうするの。そしたらこれを、うん、こすんですけど、はい、こすやつがないのでザルでやります。いや、いいんですよ、ザルこすやつ。ザルは、こすやつはザルで普通はやるよ。 いいんだよ。そんなちっちゃいところに入れるの。入るの。スーパーカップの元の色。だってアイス入ってて卵入れたから溢れちゃうんだけどさ。大丈夫じゃない。だって満タンまで入ってたんじゃないじゃん。そう、うん、だってかこれこすと何の意味があるの。白身とかがちょっと、でもあんまりで、やばいよね。え、もう溢れそうじゃん。大丈夫でしょ。お、ぴったりぴったりぴったりなんだ。おお。したら、うん、蓋をして、冷凍庫で固まらせます、はい、冷凍庫に入れるんだね、うん、それでは待ちます。これ、ミミの家の庭で育てたスイカ。いやー、ちっちゃい、かわいい。お姉ちゃんが割りました。じゃあそれ食べようか、待ってる間にね、うん、切ってみて、ミミ。ミミがね、スイカを切ってくれます。おぉ！おぉ！おぉ！ちょっと！やだー！あ、あ、そんな水っぽくなる。やだー！やだー！やだー！どんまい？どうやって切るの？まず、こう切ろうよ。合わなくない？あれ、全然もなくちゃ。いいよ。食べやすい大きさに切ってください。形わかんないからいいよね。うん。庭でできたスイカ、どんな味か食べてみてください。これ付き。次の日になりました。冷凍庫に入れてたんですけど、ちょっと待って、これ何、でももう剥がせなくなっちゃったの。めっちゃ痛いの、毛が。3、2、1でやって。いいよ、これ剥がします。3、2、1。あっあっあっ毛抜けたし。あ、びっくりした。これミーミーの毛かと思ったけど、これダンボールだ。なんだ。はいはい、次の日になりました。はい、で冷凍庫に昨日入れてたんですけど、はい、なんか本当は本当固める
固める前に卵を入れてここに入れてからもう一度レンチンをするらしいんですけど、そのまま冷凍庫に入れちゃってなんかもう普通のアイスみたいになっちゃう。でもアイスの中に卵1個入ってるでしょ。あ、溶けてるじゃん。せーの。あ、すごい、プリンみたいじゃん。でも見た目プリンだけどさ、うん、中身さ硬そうなんだよ。え、すごいじゃん。それじゃあいただきます。サクサクでした。サクサク。それじゃあいただきます。ベロ噛んだ。アイス味のバニラ味のシャーベットって感じです。アイス味のシャキシャキのカーペット。カーペット、うん、もう一回レンチンしてできるとかな。もう一回レンチンしたいの？そしてもう一回固める？全然プリンじゃない、うん、まあいいや、もうこのまま食べる。でもちょっとさ伸びるよね。美味しそう。でも結果はどうだったんでしょうか。まあ、ちゃんとやればできるけど、ミミは失敗しました。でもこのスーパーカップのアイスがあのトロトロっていうアイスの食感じゃなくてシャーベットになりました。みんなシャーベットみたいになるのでね、シャーベット好きな方はぜひ食べてください。シャキシャキです。うん、音がシャキシャキ。どっちが好き？普通のと。普通。そういえば今日はね、ミーミーにいいニュースがありまして、今朝なんと夏休みが延長。そうです。ということでミーミーに延長を知らせた時の動画はこちらです。ミーミーが興奮しております。ミーミーが興奮しております。パンツ見える、パンツ見える。なんでそんなに喜んでるんですか？学校が今月いっぱいまで休みになったから、うん、9月1日から学校になった。やったー。夏休みの宿題が溜まってるミーミーにとっては嬉しい報告。最高。自由研究まだだもんね。いや、なんかにアニメ見れますね。まだ余裕。はい、大喜びしてましたね。イエス。どう？甘い。まだね、朝8時半なんですよ。ミミ朝からアイス。うん。シャキシャキプリン。売れるよ、多分これ。美味しい？いや、シャキシャキプリン。プリンとスーカーパックの味が大丈夫。スーカーパック同じだから。ということでできたのはシャキシャキプリンでした。